はい、こんにちは。今日はですね、4K を撮影する設定がない時の対処法っていうことで説明したいと思います。やっぱりね、この EOS KIS-M は 4K が撮影できるので、やっぱり 4K で撮りたいこともあると思うんですね。でも、例えばというか、ここに記録画質っていうことで、これ動画の撮、えー、これじゃ、えー、すいません、間違えました。これではなくて、こうよ、横にしていって、8番ですね。8番の動画記録画質っていうところがあります。ここを選択して画質を選べるんですけども、まあフルハイビジョンで HD があるんですけども、ここに 4K の選択画面がないんですね。それはなぜかと言いますと、もうただすごく簡単なんですけども、ちょっと分かりにくいので説明したかったんですけども、これを上のダイヤルを、今さっきは P とかになってました。 P になってました。そこを、ダイヤルを回して動画モードにしてください。ほんで、そうして先ほどの、設定をすると、またここの表記がね、さっき変わるんですね。まあ、さっきは8番まであったんですけども、動画にモードになって、また設定が、動画用の設定になるので、設定画面に変わるので、そのことで、設定ができてなかったんですけども、まあそこで今こうやって、撮影するとの選択をすると 4K が、はい、出てきました。ここにですね。はい、このようにして、4K で、設定をすることができますので、ぜひ、僕もね、初めちょっとさっき触ろうとしたら分からなかったので、今回は説明させていただきました。以上です。ありがとうございました。